おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフ OG の続きやっていきたいと思います。今日は試合分析を見ていきましょう。まずはカウント別、こちら2ストライクノーボール、打率が1割6分7厘ということで、この中では圧倒的に低い。そして1ストライク3ボール、ノーストライク3ボール、こちら打率が表示されておりません。おそらく見逃してるせいで、打ててない、そのような感じだと思います。そしてホームラン数、こちらは圧倒的に初球打ちですね。打率も高いのでやはり初球打ちのおじい。そしてコース別、こちらはインコースが圧倒的にホームランが打てております。真ん中、こちらは打率が高いのでホームランっていうよりかは確実な打球が飛んでいるという感じです。そしてアウトハイ、こちら唯一3割を切ってる、そしてホームランも少ないということで、アウトハイはちょっと苦手にしてるという感じでしょうか。そして球種、こちらは圧倒的にやはりストレート系に強い、ホームランは打っているんですけれども、打率はどれもほとんど変わっておりません。強振オンリーということで、ミートは全く表示なし、使用率強振 100%。 打球方向、こちらは圧倒的にセンター方向ですね。プルヒついたらもっと引っ張っていきたいということで、今日もおじい元気よくやっていきましょう。では早速試合いきたいと思います。今日はなりきりプレイを頑張ります。ということでオールスター4回目ですよ。あっという間や、5年で4回ってなかなかだよね。お、世界の小林に声をかけられた。さあ打ちましょう。よし、とりあえず2点。え、てかレギュラーじゃない。おい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 、さあ代打で出てきたぞ。うわ、防御率 0.33 だと、すごっ。やばやばやーっと、マジか。大丈夫だ、おじいの活躍する場は必ずやってくる。石川さん、うまい。あ、さあ行きますか。今度は通常プレイで行きましょう。さあおじい打つぜ。いきなり失点か。同点ホームラン打てばいい。9番かよ。おい、ダルビッシュだ、ダルビッシュ。ちょっと嫌なんだけど。よー、スライダー、マジ超完璧に打ったじゃん。ビビった。いや、ダルビッシュのスライダーってめっちゃ曲がるよね。それを完璧に捉えたわ。ナイス、同点ホームランだよ。同点ホームラン、石川さんか。さあ来いや。あ、ダメか、ダメか、ダメですね。アウト、もったいね。ストレートだったね。いやー、また勝ち越されてる。平井さん、スライダー、オッケー。シュート回転にシュートも持ってんだ。よし、うまい。またスライダーうまく打った。惜しい。いいね、素晴らしいぞ。ナイス、オッケー。よしよしよし。あー、また点取られてるし。さあ来いよ。よっしゃ、これはどうだ、上がりすぎか、上がりすぎたか。まあまあまあ、ホームランにツベスツベス、素晴らしい活躍だ。さあ負けたけども大活躍おじい。さて負けてしまわれたが大活躍だ。いや素晴らしいよ。おお、盗塁経験値が上がる。え、ファン増えないの、マジ。おお、外さん、いいよ。さてと、今日ねもうちょいやろうかな。次がね多分ね、お、選ばれてる、ナイス。次も、3連戦のみ、単体になってたと。え、待って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 、パーっとして月間 MVP 有力。あ、そういうことね、そういうことね。うわ、日本シリーズじゃなくてあれの MVP かと思ったわ。いや、すごい。わあ、そりゃね、そりゃオールスターの MVP はおじいにはまだまだですよ。パリーはいいや。ということで、
このね3連戦微妙にあるので、横浜3連戦までやっちゃおうと思います。遊びでプルヒの本を読みましょう。アーティスト、こちらですね。多分もうすぐ着くと思うんだ。さあガンガン行きましょう。最下位ということで、ここね絶対に負けられないぞ。阪神とのね戦いを残して負けるわけにはいかない。おブキャナン、やったー。ミートパワー CC、 さあ打ちましょう。2回の裏、これから第1打席。うわマー君、この回の先頭バッターはマジかい。シーズン最多本塁打記録まで9本としています。マジあと9本。でも結構あるよね。バレンティンでしょ。投げた、おいシュートボール。スロスターの間にね打っときたいですね。ヒット投げた、うまい、落ちない。外さん友達になったんだからさ、わざと落としてくれてもいいんじゃない。八百長ってやつ。さあスロスターが消えたので、いやーこれは余裕でアウトだ。余裕すぎる。キャッチャーは峰井さんだよね多分ね。あー今 is me。 これでツーアウト。おじいやばいな。オールスターだけだな頑張ったの。やべ0-0更新。丸さん無理すんなよ。無理すんなって言っただろ。いいよ、意外性がつくからね。よっしゃここだ。さあスタンドイン。おおいい球。さあパワー A になってきます。ミート C パワー A。 スプリット早いね。落ちるね。曲がるね。はいヒット。まあでもこれでね、あの勝ち越してくれれば OG はもう大万歳ですよ。今日初めてのヒットになりました。ゴー、あー勝った。おお2点取って、2点取って、まだ OG が打席あった。よっしゃいったんじゃない。よーしナイス。52号、素晴らしいね。ナイス、はい勝った。やはりエースと4番って強いんだな。素晴らしいホームランありがとうございます。ナイスよ。調子が落ちてくぞ。次は神宮かな。戻ってくるかな。戻ってきましたね。ということでガンガンと、おおじいさん、まあいつものねやってあげましょう。さあやってやろうぜ。さてまずはホームランを狙って、おおチェンジアップ。そうだそうだ、ちょっとびっくりしちゃった。チェンジアップ、いやいったわ。よっしゃーナイス、素晴らしい。チェンジアップ得意な OG が完璧に捉えました。さあもう一本いっちゃおうぜ。先ほどホームランを放った、よーとナイス、素晴らしい。ボール球をよく打った。さあ走ろう。パーフェクトスタート。おい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 、もう完璧な盗塁だったじゃん。さあもう一本いっちゃおうぜ。チェンジアップ狙う。チェンジアップ、さあどこ来る。最近打点をね、ソロばっかなんだよね打ててんのね。なのでツーラン久しぶりに打ちたいところ。打点を稼げ。シーズン140打点だけどね。おい余裕で丸さんセーフ。縮小、おおチームバッティングってやつね。けよしよし、まだあるよ。さあゆへさん、じゃあ変わった。おおマジシュートそんな曲がる。チャラララララララ、チームバッティング。ツーアウトだけど、まあまあまあホームランも打ててるからいいよ。今日は負けなければいい。よっしゃ勝利 OK。いやーとりあえずねホームランとシングル。え待って待って待って、チャンスでの凡退とかやめてよ。いやいやいや、ホームラン打ったんだからね。
それで怒られるって何？おお、総力上がった、呼吸が上がる。いいよ。そうそうそう、谷繁グラブがね壊れたおかげで補給アップのグラブつけられてるのでガンガン多分上がっていくでしょう。66回目、あと11回ですね。そうすればもうここのね場所には用はない。さあ調子がガンガン落ちてラストかな。お、電話、なになになに、こんな時間に、なんだよ。ライバルとしてさっき試合したじゃん、今日の対戦の時に思ったんですけど、おじいさんって特注の野球道具を使ってますよね。え、マジでくれんの？きっとおじいさんモデルをメーカーが作ってくれますよ。おじいさんは確かミゾットと契約してましたよね。もし興味があったらメーカーに。そういうのできるんだ。お、早速。お、針山さん、え、おじいモデルできんの？バット、グラブ、スパイクの一式をおじい選手モデルとして我が社から提供。やった、完成までに約30日。おお、すごいじゃん。でも1ヶ月でできるんだ。おお、やった、これは嬉しいね。さて最後はガン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 、またね今永さんだよね。先発じゃないからさ、中継ぎだからライバルとしてしょっちゅう来る。さあやってやれ。まずは第1打席、打率4割がまた見えてきた。おお、マジか、入ってたか。おい、カーブ、オッケーオッケー。確かね、チェンジアップではなかったと思うんだよね。さあスライダーかストレートを狙いたい。よっ、抜け、抜けない。いや、おう、いやー、マジか、マジか、今抜けたでしょう、ヒットでしょう。よしよし、チームが勝てばいい、チームが勝てばいい。できれば打ちたいが、もちろん打ちたいが、チームが勝つことが最優先だ。スプリットか、オッケー。さあ来いよ、スプリット打ってやるわ。よし、落ち具合は分かったぞ。第4球を投げた。ほい、ストレートでした。入る。よーし、ツーラン、完璧、54号。ありがとうございます、素晴らしいホームランを。イエーイ。さてチームもねリズムに乗ってますね。スプリットだったよ。いやー、またセカンドゴロ。いや、惜しい、もちろん足速くしたいね。あー、危ない危ない、1点差1点差。丸さん走るかい、走るんかい、走らないんかい、どっちなんだい。走る、アウト。余裕でアウト。ムービングか、結構動くね、ムービングと。ほっ、よし、あー超えないな。225225225。ちょっと待って、同点はマジダメだよ。よし、よかった。いやー、よかった、チームも3連勝。オールスターでは多分負けたと思うんだけど、よしよし、打点も連続で上げてるね、ホームランも連続で打ててるね。歴代シーズン本塁打数が5位となりました。イエーイ。能力もねだいぶ上がってきてますからね。さてと、飯、ゆへさん、あ、いきます。おごりの飯はうまいからね。いやー、ありがとうございます。ということで、お出かけちゃんこ鍋屋67回目、あっという間、マジであっという間、あと10回で終わるよ、ここもちゃんこ鍋。さて次は、おお、調子が上に上がった。え、マジで一番下まで行かなくても上がることあるんだ。ということで、またお出かけちゃんこ鍋。いや、嬉しいね。いや、早くさ、おじいモデルのバット、グローブ、スパイク、スパイクが一番ちょっと興味あるかも。どんなスパイクなんだろうね。よし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 。ということで今日は、お、何、花火大会か。どうせさ、近くのじゃなくてさ、神宮の花火大会でしょ、どうせ、どうせ地元のでしょ。ということで終わりましょうか。おお、ダントツ、ほい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 、独走状態ね。いやー、4割乗せたいね。そして、はい、ダントツ、素晴らしい。
いやマジギプスがやばいな、神助っ人だなやっぱ。はい、ということで今日はここまででしょうか。やっと割れる。お、めっちゃ金入ってくる。いや、まだ行動ありそう。お出かけちゃんこ鍋。いやー、多分あと2パートぐらいでここ全部終わるね。2パートイコール2週間ですね。よっしゃ、好調。ということで今日はやっと本当に終わります。うわ、すげえ、阪神に 1.5 ゲームまで近づいてきた。ということでこの後ね、大逆転の優勝を目指して現在7月終盤ということで頑張ってこれからもおじ打っていきますので5000円のほどお願いいたします。ということでバイバッチ。